秀吉は元鹿を降伏させ、見事四国平定を成し遂げた。この頃秀吉は朝廷より豊臣の姓を賜り、羽柴秀吉から豊臣秀吉へと改名、豊臣政権を樹立した。秀吉は次なる目標を九州に定める。九州は島津家によって統一目前のところまで来ていた。豊臣軍は豊後の大友家の救援要請に応える形で出征。島津に抵抗していた立花宗茂、銀千代を迎え入れた。数の上では有利だが、地の利は島津にあった。少しの油断が命取りとなる。九州征伐の幕が開いた。天下統一の勝利、九州征伐。九州征討軍の総勢は20万。秀吉様の本隊のほかに毛利、徳川、長宗我部、立花など他家も参戦いたします。この圧倒的な物量を見せつけりゃ島津も引くしかないじゃろう。たとえ豊臣陣営にいようとも、俺の魂は消えない。この九州で高らかに奏でよう、反骨の歌をな。まあしっかり頼むわ。おお、宗茂、銀千代、チコ、お前さんたちに礼が言いたい。もし九州全土が島津のものになっとったら、わしはもっと大規模な軍を起こさねばならんかった。その分時間もかかるじゃろうし、人死にも増えたじゃろう。全ては立花二人の働きと亡き常雲殿の命を落とした奮戦のおかげじゃ。ありがたき幸せ。我らの立花山城は島津に一旦制圧されましたが、家臣が立花山城に忍び込み本丸を奪還した模様。主としてはすぐにでも救援に駆けつけたいのですが。ああ、分かっとる。さあ、橘山城に群れとる島津を追っ払うで。勘兵衛殿、この戦は見せしめですね。残る関東の北条、奥州の伊達に対するか。いや、これは上策。九州の顛末を見て北条、伊達らが降伏すればよし。無駄な犠牲を出さずに天下統一を果たせよう。だが島津のように抗ったらどうなる。中策を取る。圧倒的な兵力で囲み、戦う前に降伏を促す。降伏せねば徹底的に叩き潰す。これは下策だが、乱の火種は残せぬ。物量前提の力技ってところですか。まあ
あるものを有効に使ってこそ軍師ですしね。豊臣の力技、果たしていつまで持つか。島津は橘山城深くまで攻め込んどる。全軍直ちに出撃。一刻も早く橘山城を救援するんじゃ。趙雲殿が稼いだ時を無駄にしてはならん。豊臣なら歓迎の準備ができておらんでな。すまん。おう、ふるま。近いの。疲れんように対策を頼むわ。開門。立花の兵の踏ん張り見事じゃ。これ以上奴らを死なせたらいかん。敵将軍討ち取ったり。あの男は立花の城の一族を踏みにじられ。だがまだ生きている者もいる。彼らを助け、またやり直せるさ、立花を。ほう、また一つ。立花山城最後の砦は由布。天使英米にして豪気だが、どこまで持つか。城内の砦もほぼ島津のもんか。大急ぎで制圧するさ。いい流れを引き込めたか。先の戦で弟の直次は宝満山城を守っていた。岩屋城の陥落によって直次が孤立した。島津は直次を橘山城に届けると約束し、直次の投降と宝満山城の改造を要求した。直次は城兵の命を考え、島津の案に従った。がここに直次はいない。どういうことかな。どうもこうも島津にはめられたのだ。一刻も早く直次を奪い返すぞ。敵将討ち取った。間に合ったわ。立花豊臣の将兵たち、ようやってくれた。今度はこっちの番じゃ。
岩屋城にこもる島津軍を一掃したら、かたじけない。私の身を案じてくださると。流れは豊臣に傾いたか。まずは満足。負け戦をひっくり返すのは島津の妙だ。家久、年久、出るぞ。天下人を気取る猿に一泡吹かしてくれ。釣りのぐせは使えん。踊り舞台もろとも大軍に飲まれような。いや、もう釣りは成功しておる。秀吉が九州に来た時点で我らの勝ちよ。九州を踊りにして狙うは島津の本領安定。今より地獄よ。流れに乗ったまでの。九州を奪い、次は関東か。天下人とは傲慢よ。油断できんな。運が何でと言いながら博打打ちは計算だぞ。みんなが認めよう。俺こそ天下無双だ。敵将討ち取った。よっしゃ、最後の砦も打ち破ったな。全軍岩屋城へ総攻撃だ。開門。最後まで諦めない。この身果てるまで。勝利条件変更。いい流れを引き込めた。こう、
また一つ。こう、また一つ。島津の執念、誠にあっぱれ。じゃが、無駄に命を捨てるつもりか。ならば、この博打、降りるとするか。叔父上、命捨てる戦は、ここではないよ、豊久。見たか、義継。あれは力に任せた脅しだ。秀吉の物量で押すやり方では人心はつかめない。秀吉様はある時を境に覚悟された。天下統一のためなら脅しも辞さずだ。だが秀吉亡き後、豊臣の崩壊は目に見えている。義継、そこにいて本当に夢は果たせるのか。長政様と追った夢を。ああ、この陣営にはあの方によく似た男がいる。周りにどう思われようと、どんな逆境にあろうと、己の夢のため突き進む男だな。俺は徳川で、お前は豊臣で、それぞれの夢の続きを追うのだな。ならばいつかまた俺たちは戦うことになるかもしれん。二度目の別れか。俺が勝ったらせめて墓ぐらいは作ってやる。